草なんですけれども、花が、3つ咲いております。1個は2日ぐらい前に咲いたんですけど、もう3つ咲きました。この環境だと受粉が多分できないのでならないんじゃないかなっていうのがあるんですが、ちょっとウリハムシの、ね、被害に毎回この栗かぼちゃはありますのでこの状態でちょっと大きくなるまで様子見かなという感じです。でも早く実をつけてほしい気持ちもあります。でも順調に大きくなってきてくれているので、この後ろの大掛かりなものがこの子のステージなので、このまま順調に大きくなってほしいなと思います。